こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はじゃーん、久しぶりにネイルをしてきたのでネイル紹介をしていきたいと思います。はい、ではお願いします。はい、ということで早速ですね、ネイルの紹介をしたいと思います。じゃーん、私もうすごく爪が傷んでしまっていて、なのでちょっとね、爪のお休みをしていました。もう結構こうやってなかったのかなぁ。1,2,3,4 半年ぐらいやった休んでたんですかね。もうパソコン打つのもすんごい痛くなっちゃって、剥がしてブニャっていう感じの爪になってしまって、3ヶ月ぐらいかな。でまあ爪は復活どんどんしてったんですけど、もうちょっとねやばかった。本当に爪が大ピンチって感じだったので、ずーっとお休みをしていて、もうね、あんなに爪ってふにゃふにゃになるんだって感じの、もうジェルの持ちも良くなくなるので、あの爪が弱ってきちゃったり薄いと、なのでちょっとお休みをして、やっとそのお休み期間を終えてつけました。こんな感じで今回もお任せにしちゃいました。ほんと夏みたいな感じのジェルネイルになったので、一本一本紹介していきたいと思います。ではまず親指はこんな感じです。オレンジっぽい感じのお色の上に太めの白い線を引いてもらって、ゴールドのスタッツをつけてもらいました。はい、かわいいで、お次にこちら。こちらがですね、その、いつもやってもらってるのが、前、働いていたネイルサロンの先輩なんですけど、すごい尊敬している先輩で、すごい上手なんですけど、ネイルの講座に行ったらしくて、新しい、こう、技みたいな、ネイルのアートみたいな感じですね。こんな感じの、シュッシュッシュッって言って、オレンジとこの水色で使ってる色でシュッシュッみたいな感じで、筆のアートをしてもらいました。で、お次に中指ですね。中指はこの水色。色にシンプルなスタッツって感じです。でこちらも可愛いオレンジの上にお花ですね。なみなみ線の上に、これ手書きなんですけど、お花を描いてもらいました。こちらも中指も可愛いんですけど、すごい可愛いこのお花も。で最後小指がミラーネイルですね。小指は両方とも銀のミラーネイルにしてもらいました。こちらはこんな感じになってます。すごいなんかいろいろどんどん新しいデザインが出てきちゃってね、いつかネイリストとして復帰するときにはもう追いつけないんじゃないかと思って、すごい怖いです常に練習だなと思いますね。本当にですね、こんな感じで夏っぽい感じのネイルをしてもらいました。休憩期間終わったのでネイルも復活させていこうかなと思っております。今回のネイルのテーマみたいな感じが、ストーンに頼らないネイルデザインみたいな感じで、結構ネイルでストーンに助けられることって多々あるんですよそう、裏話だと思うんですけど、これってなんですけど、それをに頼らないでアートで可愛さをにじみ出すみたいな感じのネイルを最近目指しているらしく、先輩は大先輩ですという感じなのでね、やってもらっちゃいました。嬉しい、可愛い、すごい、ありがとうございます。はい、今回旅行に行くのでちょっとねネイルもしようかなと思って、いい機会だなと思ってまた始めるのに、インスタにちょろっとあげたらすごい、ここどこですかっていう感じで、 Vlog も上げてほしいっていうコメントや DM とかも来ていたので、 Vlog とかはもう初めてなんですけど、初めてっていうか、まあ、ちょこちょこなんか変なのを上げてるんですけど、すごい適当なものなんですけど、ちょっと Vlog 風に簡単にちょっとね紹介したできたらなと、宿も撮って Vlog みたいな感じでやっていこうかなと思ってます。はい、またまたそれも上げるのでぜひぜひご覧ください。はい、では今日は短い動画になっちゃったんですけども、今日も見てくれてありがとうございました。バイバーイ。